どうも、キフレタともです。また、新カード発表されてました。こちら。風祭のアスポートパイレーツ。これもはや、旋風のフォルテシモではなくて、デッキ改造パックサイキック族編ってぐらい、サイキック族めちゃめちゃ新規多いです。風属性7レベ2500、守備力0。イラストも、なんかまた今までのサイキック族の雰囲気とは違って、いいですね。自分の墓地にサイキック族が3体以上いる場合、1000払って発動できる。相手の墓地のモンスターレベル4以下を相手フィールドの表側表紙の数まで選んで相手の手札に加える。その後、このカードの攻撃力はターン終了時までお互いの手札の数の合計かける100アップする。効果で相手のモンスター3体戻せたら、まあ、最低でも300アップ、2800。自分と相手の手札次第ではもっと火力上がるっていう感じですね。で、以前紹介したカードと組み合わせて手札に戻すけど、さらにそっからね、全ハンデスすることでまた追加効果を得られるっていう感じのコンセプトになってるのかなと思うんですけれども、これ考え方によっては次の相手のターンのドローもめちゃめちゃ制限できるような気がするんですよね。手札0枚でも新しく2ドローしかできないので、最上級モンスター引けないと下級モンスター3伏せするしかないっていう風に、まあ、無理やり追い込むこともできるので、これ出張力はあるんじゃないかなと思ってます。ただね、サイキック族ももちろんある程度入れないと効果自体発動できないので、その辺のねデッキ構築はもう研究のしがいがあるのかなっていう感じの新モンスターアスポートパイレーツでした。高評価チャンネル登録もぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。